帝、暁あか3年2月22日は、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての僧侶。源頼朝の三男で第四子。母は、伊達氏の祖といわれる、日立乳入道年日の娘、大神局。伊ぼ兄、頼家の四歳年下、伊ぼ帝実さともより六歳年長になる。また、頼朝の次女三旗とは、同い年の伊ぼ兄弟である。通称を、 鎌倉法院と言った。母、大臣局は、大倉御所に出資する次女であったが、頼朝の寵愛を受け解任する。しかし、頼朝の性質、法条政子がこれに気づいたため、その怒りを恐れた頼朝によって遠ざけられ、家臣の長戸経縁の宅にて男児を出産する。政子の嫉妬を恐れて、出産の儀式は省略され、経縁は母子をかくまったことを知った。 政子の歓喜をこむり、子を連れて逃げ深沢の辺りに隠居した。その後も、政子を恐れて、馬のなり手がないなど、人目をはばかるようにして育てられる。異母帝のサネ友が生まれる三ヶ月前の研究三年五月十九日、七歳の時に、忍那寺の方言流行に、弟子入りして出家するため上落する。頼友は出発の夜、密かに息子の元を訪れ、立ちを与えている。 同年六月十六日、頼朝の義定一条義康に付き添われて、任那寺の勝高来に入室した。法名を農官と名乗り、さらに修行を重ねた後、法名を、帝赤月と改め、高野山に登って、より一層俗界から遠ざかった。これ以降、源氏一族が、権力闘争の中で、次々に命を落とす中で、世間と隔絶した中で一人修行に励み、 人々の損数を集めた。憲法7年に、伊母帝、源の佐根友を暗殺した老いの苦行は、帝安拓の受法の弟子であった。その晩年にはついに政子も、帝安拓に帰依し、彼に、源氏一族の母体を弔わせるべく援助、出資を行った。これを受けて、帝安拓は、高野山の境地坊に、上六堂という阿弥陀堂を混流、この中に安置した。 阿弥陀如来座像の体内に、父、頼朝の遺発を収めて供養したほか、伊母帝である三大将軍宮佐に対しても、五輪塔を設営して、追善を行っている。寛義三年、鷹野山にて四十六歳で死去。これにより、頼朝の男系男子の子孫は断絶した。なお、孫貴文脈は、帝屋和樹と農官を別人としているが、これは誤りである。ありがとうございます。